はようございます。日本の皆さん、こんにちは。ちょっと今私黙ってたね。6月11日木曜日、アッサバービー日本語ライブスタートです。まだ1日おきが慣れません、私は。すっごい間が空いてるような感じが未だにしてしまいます。ストロベリーさん、こんにちは。今日は髪サラサラ。うん、今日は朝アイロンでやった。ちゃんと今日はね、寝坊しなかったから。うん。いただきます。ちょっと、お腹が減っております。チョコレートケーキとピンクのクリームといちごだよ。いや、このチョコレートケーキがね、美味しそうに見えるんだけど、なんかアメリカのケーキってさ、バタークリームか、フロスティング、アイシング、お砂糖の塊みたいなやつ、どっちかなんですよね。で、生クリームのことはほとんどないんだけど、めったにないんだけど、これがね、バタークリームだと思って買ったらアイシングだったの。この色でさ、アイシングとかなくない？これクリームだと思わない？こんな色。久々の初めからのライブで山見です。あ、のいさんおはようございます。でさ、私アイシングあんまりなんで、あんまり好きじゃないんでね。バタークリームは好きだけど、だから自分で昨日生クリーム、ピンクの生クリームだけ泡立てた。夜中に頑張って、今日のためにクリームあればまだ食べれる。前回私がで、みんな中野の DJ の顔を勘違いしてるよねっていう話したでしょ。で、そしたらやっぱり小田切丈みたいかと思ってたとか、細身でシュッとした感じかと思ったみたいなコメント多かったじゃないですか。で最後に誰かが似顔絵描いてって言ったの。で、私さ、あれからさ、似顔絵描けるかなとか思って、ケーキ食べてるところ描いた。いや、ただお腹が減ってるからってね、似顔絵描けるかなと思って描いたので、私ちなみに絵は全然得意じゃないのね。うん。絵は全然得意じゃなくって。で、ほら、ネイルの細かいの描くのってまた別の話だと思ってるから。で、絵はあんま得意じゃないんだけど、寝顔絵5分ぐらいで描いたら、超似てて、私、描きながらさ、めっちゃ似てんじゃんと思って。で、サイヤリにもそれ、喋って送ったら、すごい似てるって言って言われたのね。超似てるからこれ後で見せるね、似顔絵ね。あ、ほんとこれはあれだよ、警察の人が指名手配書に作れるぐらいのクオリティ。うん。で、あっち今日前半さ、ミニミニに出会いがって書いてあるでしょ。ミニミニにね、出会いがあったんですよ。で、ちょっとそのお相手を今日見せたくって、あ、まゆさんが言ったの、似顔絵みたいって。あのね、多分ストーリー見てくださってる方はもうご覧いただいたかと思うんですけど、これ新しい件どうですか。いや、てかこの件は今までいなかったでしょ。どうです。で、私見た目だけのタイプで言ったら2タイプぐらいあるのかもしれないけど、これは明らかに好きなんですよ。私さ、いつもほら、件ってアメリカでまあ普通に出てる件ってほら、まあこの人もだけどがっちり目が多いじゃん。なんかこう筋肉ここ割れてて、結構こうガタイがいいような子が多くないですか。で、私本当はねすごい細かいこと言ったら、顔はこれでいいから、首もうちょっと細くして、もう体も線もうちょっと細くしてほしいので、ね、胸板こんな厚くなくていいの、肩幅もこんななくていいのって思ってるんだけど、で、まあでも髪型と顔がすごく好きで、私特に高校生ぐらいの時はもうこういうの髪型が大好きだったんですよ。このね、もみあげちょっとシュッてあるでしょね、これが韓流なんかね。でもこれが好きって言うと、これが好きって言ったらさ、ファンの人とかでもやっぱり K-POP 好きなのみたいなメッセージとかすごい来るんだけど、 K-POP とか韓流とか別になんか超好きとかってわけでもなくって、なんかこの人のファンですみたいなのもいないのね。一回もまあいたことないんだけど、あんま知らないんだけど、でもね、ボーイフレンドっていうか、そのデートした人って確かに韓国人の男の子率は高いんだよね。うん、見た目が好きなんだろうね、きっとね。男の子の顔がちょっと薄めが好きだから、多分自分が濃い顔だから、お相手には薄いの求めるんでしょうかね。で、この子、この人がね、まだ開けてないのにちょっと理由があって。で、私今度からストーリーとか、あとインスタで、ミニミーの、
恋物語をちょっと連載していこうかなって思ってて、で、まあ、連載って言ってもそんなね、なんだろうな、他のドールコレクターさん、他のバビ撮りしてる方がやってるみたいな、すごいいい写真とか撮らないんだけど、ストーリーで、こう、だから、何静止、あれ、動画だけど、彼らは動いてない状態でね。で、吹き出し自分で書いて、恋物語の恋が、やろうかなと思っててさ。うん、で、一応ストーリー的にこれまだ開けたくなくてね。理由があってはまだ開けてないの。うん。で、だからちょっとこのまんまでしかお見せできないんですけど、で、まず、ケンってさ、まあ、ほとんどがこのね、髪の毛プラスチックのまんま、毛が生えてない毛が多いのね。それがちょっとね、これだから本当は、本当の毛であって欲しかったんだけど、まあ、しょうがないね。うん。だってさ、これだとさ、リルートするにもできないもんね。どうなんだろう？でもこの、プラスチック、よく見たらズラみたいになってるね、これってね。私あんまり剣さ、注目したことないから、数体は持ってるけどさ、これ、プラスチックなのなんかこう、かぼって被せてるんだよね、絶対。ズラみたいな。外せんのかな？外せんだったらさ、外してもし、スキンなんだったら、スキンヘッドなのであれば、リルートしたい。けど、やめとこう。ついにミニミーもカルピョンできちゃうのか。いや、わかんないですよ。私が自由にね、お話作れるから、あれフィクションだから、好きなようにやります。好きなようにやろうと思って。で、この服が、まあまあ、これプリントじゃないし、なんていうか、その、ちゃんと、何この、お袖とここ、身頃のところはちゃんと、縫ってあってよくできた、まあ、シャツなんだけど、でも私あんまり男の子のチェックのシャツ着てるの好きじゃないのでなんか、まあ、チェックにもよるけどこれあんま好きじゃないから、で初めてケンのお洋服だけを買いました。うん、初めてですね。こんな長い間集めてて、だって剣だけでまず買ったことが、まあ、去年 BMR 出た時に初めて買ったけど、これが本当にファッショニスタでは初めてかな。ミニミニに彼氏ができた、リアルでアジアにも彼氏ができた。本当に！だったら早く展開させちゃうよ、話。でね、そうでね、これ下はブラックデニム履いてて、下はいいんですよ。で、靴も、これ一応スニーカーだね。あ、黒のコンバースだね。うん。ハイカットの黒のコンバース履いてて、足元全然これでいいんだけど、上が嫌だったから、服をね、剣の服を初めて探したの。で、したらさ、ないんだよ、意外と。全然剣の欲しい、私が男の子に着て欲しいような服が、全然ないの、剣。私今まで気づかなかった、剣、注目してたことなかったから。ナイニミナーさん、かっこいいです。これね、いいよね。うん。初めて。私、ほんともう、過去歴代初めて、あ、この子だったら、付き合ってもいい。付き合ってもいいっていうね、言い方がすでに超上からなんだけど。いい、剣がね、出たんね。ピンクの髪色の剣出ないかな。多分ね、そのうち出るよね。だって、BMR も、ネオングリーンの髪とか出てきてるし、でも、ピンクの髪はちょっと、私は別に男の子してなくても、してたら可愛いなって思うけど、自分が実際デートになったらもう被っちゃうからさ、キャラ被るからいいやって思う。うん。せめてパープルとか。でも、ブルーの髪の毛の子とかだとね、ちょっと聞きられちゃうになっちゃうからね、リアルな。うん。アンサーさんに注目されて初めてだけど、本当にそういう意味では初めてです。で、そうそうでね、服が全然なくって、で、もちろんマテルで今、リアルタイムで出てるの全然なくって、で、多分さ、ファッショニスタの毛の洋服とかだと、どうしても、そのまあ、子供が遊ぶのも前提に入れてるから、結構こう、明るい色の服が多いんだよね。うん。カブルの拒否。で、だってさ、一人でいてもさ、なんか、変に
なんか目立ちたくないのに見た目で目立つから、もう向こうもピンクで目立ったりとか、もういいよいいよって思っちゃう。で、そうそう。で、明るい色の服が多くって、で、なんか全然ね、好きな感じのがないくってさ、うん。で、ほら、結構バービーのデザイナーさんって男性の方もたくさんいるけど、でもやっぱり日本人の男の人はいないから、日本の男の子のファッションのセンスではないんだよね。うん。でさ、私は結構、なんか、なんだろうな、黒のオーバーサイズのカーディガンとか、あと普通にオーバーサイズのパーカーとか、なんか、この間誰かもさ、ステューシーとか入ってたけど、ステューシーのパーカーぐらいでも着ててほしいの。で、ないのね。ないのは意外と。で、しょうがないから、エッツィとか、eBay で自分で作って売ってるセラーさん探して、そしたら送料込みとかで結構ないお値段とかになるわけ。で、なんかさ、ケンのなんかパーカーにこんな値段出したくないよとか、今度は思ってきちゃったりしながらもね。うん。なんか1枚買ってあげたんで、それ届くの待ちです。うん。黒いトップス、普通にただの黒のトップスを買ってあげました、初めて K に。だから今度からミニミーと K のパープルヘア系の恋物語が始まります。出た、カーディガン、2だてメガネ出たっていうの。そう、でもそう、だってメガネはもうね、絶対かけさせるつもりで、もう一個、キープしてあります。黒縁メガネね。黒縁メガネね。うん。いいよね。最高。今日さ、まだあるね。もう一個ね、バービータイムに見せたかったものが、ちょっとこれとはまた別で、私なんか、アイディアだけはいっぱい最近こう湧いてて、やりたいプロジェクトがいっぱいあるんですけど、ワンスペース使って、ちっちゃいエリアね、ミニミーのネイルサロン、ネイルスペースをちょっとミニチュアで作りたいなって思ってて、かわいいっぽくない?かわいいっぽくない?で、でもこの案は実はずーっと考えてたんですよ。ずーっと考えてて、で、これ見たことある人います？っていうか、もしか持ってる方います？これ。これバービーじゃないんですよ。待ってるからじゃなくって、なんかこの、見て思うかな、ワールドの OPI の、まあ、小さいサイズのネイルサロンなんですね。で、このブランドは、まあ実際ガチのあるお店とかとの、まあ、コラボだったりコラボじゃなかったりとかいろいろなんですけど、とにかく小さいミニチュアサイズのお店とかいろんなの出てるのね。で、これ今裏見てても、このモールシリーズだとクレアーズ、懐かしのクレアーズとか、スイートファクトリー、これもキャンディー屋さんね、アメリカにあるとか、あとデイリークイーンと、あ、スプリンクルズ、カップケーキ屋さんね、有名なとかの出てて、でその一環で OPI ネイルサロンが出てたのね。で、これをベースに使ってミニミーのネイルサロンを作ろうと思ってさ。で、これまあちょっとガチ開けは YouTube で撮りたいんで、今全部すごい細かくは組み立てたりはしないけど、ちょっとサイズ感がわかんなかったのね。うん。だからバービーサイズよりちょっとちっちゃいだろうなっていうのは、まあ予想して買ったんですけど、まあちっちゃいです。実際のだってこのね、背景部分っていうのかな、この大きさだからね。30センチ四方ないから。でも背景として置いとく分にはいいかなと思って。よくない？これ、後ろに飾ってあったらね。OPI に。ちゃんとポリッシュとジェルと両方あって、でサロン風景の背景と入ってて、で、なんかステッカーなんかもいっぱいついてて、これかわいいでしょ？ポリッシュラックに。ポリッシュ。でもなんでこの4色、なんでこの赤、青、黄色、緑なんだって感じなんだけど。塗らないよ、こんな色。自分で塗っちゃおうかな。ね。自分でアクリル絵の具で塗っちゃえばいいよ。これ何？これ何？このトイレみたいなやつ。あ、これペディキュア、ペディの、とか、
ほら、だってこれネイルテーブルだからさ、ちょっとバービーにはちっちゃいんだよね。うん。でもこのいっぱいポリッシュついてるのとか、OPI って入ってるのとかはいいなと思ったから、これほら、ジェルのライトとかもついててね。だからちょっとこれを元に、ミニミーのネイルサロンをね、作ろうと思ってたんですよ。で、でもこれがなかなか、もうこれ1年ぐらい前からずっと持ってんね。ずっと始めれなくって。で、そんなオリーに、今度はマテルから出たのが、やばい、やばいでしょ。これはね、あのね、OPI でもっと働いていたお友達がいるんですけど、彼女曰く、これは日本ではやっぱ発売なかったそうです。うん、アメリカでしか発売してなかった。これ新しいの。で、これもちょっと今日はあの、開けないんだけど、ちょっと見せたくて。で、これ新しいプレイキットで、フェイスマスクスパデー。フェイスマスクスパデーだって。結構大きいんだけど。スーパーのセットなんだけど、その、スーパーでも、すごいさ、なんで細かいよね。だって顔のマスクで遊ぼうセットなのね。で、だからまあ子供さん用にまあこの粘土もついてて、それでなんかパックやるみたいなんだけど、まあパックでほら遊ぶのとかどうでもいいんだけどさ、私このね、デスクが欲しかったの。これがネイルテーブルにちょうどいいんじゃないかなと思って、ここにほら、棚もついてて、で、なんかいい感じじゃん？こっち側に物が置けたりして。可愛い子が入ってる。可愛いな。それ欲しいと見てました。ついにミニミニ店も開くのか。そうそう。こじんまりした店ですよ。あの、儲け度返しのこじんまりしたお店を開きます。で、そう。で、これも、ブロンドとブルネット両方いたんだけど、もう断然、ブルネットの方が可愛いと思って、こっちにした。すごい可愛い子入ってる。なんか、こういうプレイセットの、で、だいたいそのブロンドとブルネット出るときって、ブロンドの方は、同じミリフェイス、ほんと同じ感じの子ばっか入ってんだよね。うん。でもブルネットの子の方が結構何パターンかあって、楽しい感じがする。うん。で、やっぱどうしてもブロンドしか売ってないことの方も多いから、だから同じ顔のね、ミリフェイスがいっぱい。だからここにいっぱい溜まってんだけど。やっぱり純正じゃないとしっくりきませんよね。純正、うんうん、そうそうそうなのよ。私もだから本当のね、ブランド名とかが入ってるものがいいね、ちゃんと。で、そう。で、このね、デスクはちょうどいいなと思って、まあだからこれとさっきの OPI セットをうまく合わせてやろうかなと。で、ただこのほら、椅子とかがさ、ブルーとかなんだよね。うん。結構バービーのプレイセットってピンクじゃない色。結構普通に使ってるから、だからちょっとこれの辺とかは、スプレーで、いつものね、あのヤンキーさんのスプレーで、色塗ろうかなって思ってます。なので、これもちょっとずつ DIY していくつもりなんで、うん、一気にやると大変そうだから。なので、お楽しみにっていうね。これは、日本出るかな？日本プレイセットたまに出るよね。でも、もっとさ、子供が、遊びそうな、子供に人気出そうなやつだよね、大体なるのって。これ出ないかな。ちなみに結構小物もついてます。粘土、小さじ、このフェイスマスクを取るためのスプーンと椅子と、タオルと、スリッパ、なぜかワンちゃん、何あと、棚、テレビ、ワンちゃんのソファー、キュウリのアイマスク。いや、この子が本当に可愛いよ。うん。これ普通にファッショニスタにいてもいいぐらいの顔。ここの棚もさ、茶色でさ、嫌だから塗っちゃいたいね。塗ろう。うん。でもスプレーするなら一回全部ちょっと分解しないといけないね。ちょっと大変そうですが、やろうと思います。で、これはちょっとお楽しみにね。最初に付属のなんかペンみたいなのがついてて、これで自分でなんかニキビみたいな書いて、でフェイスマスクしたらそれが綺麗に取れるっていう遊びみたい。ワンちゃんマスクしてる。
え、ワンちゃんマスクしてた？あ、ほんとだ。あ、このちっちゃいのは、ワンちゃん用のマスクだったのね。なんか枝豆みたいと思ってた。ますます可愛くなる。ねえ、そう、これはちょっとね、そう、ワンコーナー。多分バービーの引き出し、T シャツいっぱい入ってる、あれの上、片方開けて、これにしようかなと思って。で、まあ、そしたらお友達バービー仲間来た時とか、ミニミ持ってきた人はそこで写真撮れるじゃん。うん、で面白いかなと思ってやります。これ開けるのはすごい長くなりそうだから、 YouTube で撮ろうと思って。ニキビを自分で作るかもしれない。そうそう、そばかすかな、どっちだろう。ニキビだよね、ニキビだよね、きっとね。でもさ、ちょっとコレクター的にはこの、もうちっちゃい、こんなちっちゃいペンでバービーってロゴ入ってるのさ、かわいいから撮っときたくない。まあ私も一回だけ遊んで、まあ、あと撮っとく。ここで、そう、粘土を顔の方ので作れるんだって。日本のマテルサイト寂しいよね。寂しいね。で、なんか私もこう日本もっと頻繁にね行けるぐらいのセレブになれたら、いろいろね、なんかやりたいけどね、日本のマテルさんのお手伝いもね。ビーツパウダーマスクなんて。ミニミーサロンマスクも、うん、マスクね、ピンクもあるけど、紫と緑だよ。私、そうね、まあバビドリ今までは少ししかしてなかったし、これからも別にそんな真剣なカメラを買ったりとかね、してやるつもりも全然ないんだけど、やっぱ可愛いよね。え、だって超可愛くない？私あんな顔なりたいよって、だってさ、思って、あんな顔なりたいよって今まで思った人何人かもちろんいるんだけど、私が歴代あんな顔、こんな顔なりたいよって本当に切実に思ったのは、安室ちゃん、安室ちゃん、鈴木由美ちゃん、佐々木のぞみちゃん、ミランダカーなんですよ。うん。思った。いや、思うよね。思うよね。あ、ティファニー見るとビンゴゲームも、あ、そうかも。その時にもらったかも、あれ。もしかしたら。うん。バーブが作ってくれたかも。私、だから今日は、どこまでこれ YouTube に載せれるかはちょっとわかんない。多分、いっぱいカットするとかあるだろうなって思ってさ。画面真っ暗？他に画面真っ暗で見えない人いますか？教えてください。見えてますよ。私は大丈夫です。え、ビッピンポテさん、みんな見えてるって言ってるよ。もしされたらとか。昔は絶対ないと思ってた。あら、ポテトさんだけウケる。あ、やだ、なんで私だけかわいい。で、そう、昔はね、絶対ないと思ってたの。で、若い子は特にそうじゃん。そういうのすごく毛嫌いするじゃない。で、私も絶対ないと思ってて、もう、浮気された瞬間にもう別れるってずっと思ってたんだけど。で、ただこう、大人になってきて、こう、いろんな事情とかがある時もあったりとか、こう、いろいろなね、ことがこう、分かるようになってくると、今だったら彼氏か旦那が浮気しても、まあ、状況にはよるけど、もちろんその状況とかにはよるけれども、本当に一回だけの火遊びがバレちゃっただけだったら、一回目は許してやろうかなって私は今は思ってる。うん。で、二回目は絶対ない。二回目したらもう絶対別れるけど、一回目はなんでかっていうと、本当にたまに男の人ってさ、バカだからさ、なんでバレないと思うのかね。女の子絶対わかるじゃん。うちは絶対わかるじゃん。今から盛り上がるから、その前に見えてよかったです。で、バレないと思って、しかもなんか本当その場魔が差したり、なんかさ、本当にその毎日焼肉飽きるからたまにお寿司食べたくなっちゃったかなんか知らないけど、一回だけだったら許す。とりあえず。でも、ああ、よかったです。もうすぐ水星逆行始まるからね、その前兆は来てるかもしれない。わらべ餅だぜ。ああ、わらべ餅。面白い。そうそうそう。でさ、本当にたまに一回浮気バレて、すっごい反省して、でもその後二度としない、してない知り合い、友達、男友達とか、やっぱ知ってるの何人か。そういうの見てるから、やっぱほら、それでさ、浮気して、そのバレて、女の子にね、
バレたことによりその失ったものとかその失った信用がなかなか取り戻せないのもそうだけど、女の子が本当に傷ついてたとかを見て本当にあやばいことしたんだって本当に反省して気づく人もたまにいるから、一回の目の浮気は私は許してあげる今はね。その代わりただでは許さない、そこはあずちゃん怖いからただでは絶対許さないね。ただごめんねだけでも許さないよね。あのね、そうだね、とりあえずなんかプレゼントで物でいっぱいもらわないと気が済まないで、それこそさ、なんかさ、なんか自分で買えないようなさ、エルメスのバッグでも一個買ってきてほしいけどさぐらいがないと。いやー、そうね、なんかエルメス一個持ってきてだったら許すよっていう考えて、いや考えて考えて、3回もやだ、私は2回目からもない、2回浮気する人は3回目も4回目も絶対すると思ってるから、そこまでバカじゃない、見つかせ、そこはもうなんかもうそこは金額でちょっと誠意を示してもらって、でそうね、バッグだけでもダメだよね。例えばもし旦那さんだったらそうね、1ヶ月ぐらいはもう1ヶ月は私はご飯作りませんとかね絶対するし、でそうね、旅行も連れてってもらいたいし、そう、2度あることは本当3度あると思う、3度目の正直もまあ稀にあるけど、でもこの場合は2回浮気する人は私は絶対病気だと思ってるから1回だけだね許してあげるのは、でもしいやエルメス俺買えねえってなるんだったら、エルメスが買わせてくれないってなるんだったら、坊主だね、しかも私が剃るね、私マージャンと同じだ、かなり厳しいペナルティ与えたし、それに耐えれるぐらいじゃないと本当に反省したって思えないもんね。そう、浮気は病気です。坊主は嫌だよ。坊主嫌だと思うのよ。だから一番嫌なことしてやりたいの。私だったら、それじゃあ、この断髪式をこのライブとかで配信するね。それぐらいする。バリカン動画もと、生配信します。で、病院とかで坊主にしてきてって言ったら、おしゃ坊にしてきそうじゃん。おしゃ坊って、おしゃれ坊主ね。おしゃ坊にしてくるから絶対。じゃなくて、もうガチの、もう私、バリカンとか使ったことないからさ、そんな人が剃ったら面白いことになりそうじゃない？ポチさんの名も、ポチさんなんか歌ってた今。わかんなかったかな？見逃したかな？ちょっといいきな粉かけてもらって、調子乗ったんやで。ほんとよね。なんかきな粉だけはほんとにさ、こう、もう、すごいいいきな粉だったよね。天狗餅。もう餅の種類が変わってきちゃったよでもアメトークってそうじゃない、結構さ出てる人、自分のツボの人が出てる回と出てない回で全然違わない？違うよね。自分の中での神回きっとみんな皆さん違うんだろうなって思うけど、私があそこの、そうね、前列左に、前列左、ひな壇の前列左に座っててくれて見たい人の時は、有吉、つっち、あと誰の時が楽しいかな。彼をいじる有吉さんが好き。そうね。有吉さんね。大好き、私も。私、猿岩石日記持ってたしね。なんなら。猿岩石日記、あれ、いやあれほんと電波見てよく泣いてて、私ふったの後藤さん、後藤さんも面白いね、面白い。あとジュニアさん、ジュニアさんとか、ケンコバさんもまあまあ見るでしょ。あとアメトーク出てて好きやのバカリズルムさんとかね、白い雲のように歌って、今日忙しいね、いっぱい曲入力してね、白い雲のように、あの時可愛かったね。私はだからそうね、あの浮気は1回目までは許すっていう、その代わりエルメス持って、エルメス買ってくるか、坊主断髪式をこの貴族会の生配信でさせてくれるか、どっちか。でもさ、多分さ、どうだろう、もう男の人にももちろんよるだろうけど、
こういうさ、例えば世間とかに公表される方がきっとみんな嫌じゃない？だったら100万円払った方が、100万200万出すよって人の方が結構いそうな気がするな。それからそこまでして私と付き合いたくないってなるかもね。私はワインとかに疎い感じの男性が好きだな。ねえ、私もそう。なんかお酒飲むならとりあえずビール飲んでるような男の人がいいな。食べるのは、ただ私自分が食べるの大好きだから、食べ物にお金をかけるのを厭わない人は好き。そのなんか、あんなうんちくとか語られたらもうめんどくさいんだけど、でも、例えばさ、たまにはいいとこ行くのとか嫌がらない男の人がいいな。なんか、おごってくれるおごってくれないは置いといてさ、その価値観としてあるじゃん。私、それで言うとさ、研修医合わなかったんだよね。ここも大事じゃない？その食べ物の趣味あったら、まあ、最高だけど、趣味が合わなかったとしても、その、食べ物にお金かける、そのエンゲル係数の感覚が同じ人っていうのかな。私は居酒屋で一緒にワイワイできたらそれでいい。そういうのもしたいもんね。私さ、どっちもしたい人なの。立ち飲みの、なんか焼き鳥とかも行きたいんだけど、酒飲まないくせにね。お酒飲まないんだけど、焼き鳥屋さんとか大好きだから、それも行きたいし、でもなんかビバリーヒルズの、なんか石原さんお断りみたいなとことかも行きたいし、サイゼリアも行きたいの。私さ、それで言ったらね、あのね、一回ね、クレープくんとね、初めてすごい喧嘩した時が、初めてで最後の喧嘩なんだけど、クレープくんは逆に、あ、でも、すごいいいとこは行かないな、あの子はお金がないから。B 級とかで、その隠れた名店に行くのがすごい、そこに、こう、ステータスを感じる人だったのね、クレープくんは。で、だから逆に高いお店行くのなんて、なんか、場所代払ってて、バカみたいだって。でも安くても美味しいお店はいっぱいあるっていうモットーの子だったから、それはもちろん、私も賛成なんだけど。で、だからクレープくんは本当のグルメではあった。本当に美味しいところとかは連れてってくれてたけど、でもなんか、逆にそういう、じゃあ、サイゼリアとか、すごいバカにしそうな、するタイプなのよ。で、私が一回どうしても、アイホップに行きたい日があったのよ。どうしても。なんかその日はどうしても、ドリンクバーに行きたかったのよ。なんだけど、すごいそれを拒否ってきて。そんなになんか、アイホップになんかされたのってぐらい、アイホップに行きたくながって、それですごいなんか空気悪くなったことがあったんだけどね。私はお酒飲まないんだから。私はお酒も飲まないし、タバコも吸わないし、まあ、マリファナも吸わないし、何も吸わない、何も飲まない。うん。ファンミーティングの前夜はサイゼでしたよ。サイゼリアとかたまに行ってくれる人がいる。そう。サイゼリアも、アザブのフレンチも、両方行ける人がいくない？それはめんどくさい。まあ、それは女の子にもよるよね。うん。でも私はほんと食べるの好きだし、ほら、いつも言ってるけどさ、いろんなデート したい人だから。うん。あ、で、そうだ、最後にさ、似顔絵見せていい？もうすぐ終わっちゃうね。これ、ちょっと関係者ほんと見てないことを祈るって感じ。だって、めっちゃ似てるから、関係者見たら、知ってる人見たら、すぐ分かっちゃう。ぐらいに似てる。いくよ。みんないい？用意はいい？もうちょっと人少ないから。これじゃあ、中野の DJ、口半開き、幼稚、偏りの中野の DJ の顔、公開します。あ、インドの目、少年の体。似てんだよ、これめっちゃ似てんだよ、ちょっと誰かこれ警察の手配写真にしてもいいぐらいに似てる。もうあと2分になっちゃった。だからもうあと1分ぐらいで切っちゃうね。顔少年で、髪型今ウォーズマンで、で、ヒゲが生えてますめっちゃ似てるから、これめっちゃ似てるから、ほんとこれ今本人は絶対見てないけど、インドっぽい、インドっぽい。そう、じゃあ、中野でこの顔を見たら、ぶん殴ってきてください。で、黒いパーカー着てる。そう、パーカー着てんの、パーカー着てんの、黒のパーカー着てる。超似てます。ごめんなさい。じゃあ今日はこんなところでおいとましたいと思います。イケメン。うん。あ、みんなスクショする？スクショする？じゃあ、あと、はい。スクショしてね。じゃあ今日はこんなところで。